はい、皆さんこんにちは。今日はですね、枕言葉に関しての練習問題、若解釈シリーズの続きをやっていこうと思います。まあ、なんか前回の枕言葉の動画、そんなに反響がなかったというか、自分的にはこう、すごいね、会心の動画だったんじゃないかなと。一番最後の和歌なんか面白くないですか？そこまで見てないよっていう人も多いんじゃないかと思いますが、なんかポンポンって低評価もらっちゃったりとか、ちょっとね、シュンってしております。ですが、あの動画で枕言葉は単に暗記じゃないんだよっていう、その部分っていうのがね、どうもなんか暗記するだけだったらプリント見ればいいでしょうって、だから私はこうやって授業している枕言葉のこういうところを使って入試問題につなげていきたいんだよねっていう、その感覚がいまいち伝わらなかったのかなと思って、ちょっと残念なんですよ。ってことで、今回この練習問題を通じて、いやだから暗記以外の部分って大事でしょっていうのを証明していければいいなというふうに思っています。はい、ということでですね、まずは丸一番ではベタな練習問題です。枕言葉を指摘して、そして現代語訳しなさいと。丸二番、実際の大学入試の問題引っ張ってきました。九州大です、国立の問題。問いは2つありますね。枕言葉を入れなさいという問題と現代語訳の問題。まあこんな感じですかね。はい、ということで早速問題を解いてみましょう。1番改めていきますね。現代語訳からです。枕言葉どこですかと言われた時に、枕言葉の特徴をしっかりつかまなきゃいけない。基本的には5文字です。そして慣用表現、何かを導くんですね。5文字というところから、食三句を警戒しておきたい。あずさ読みなのか、あるいは昔よりなのか。で、そして枕言葉の、やっぱここが一番大事なんですよ。枕言葉での大事なポイントっていうのは、現代語訳しないよと。現代語訳しないということは、和歌の内容、ひいては本文全体の内容と枕言葉は関係性がないっていうことだよね。これが分かっているからこそ、枕言葉を枕言葉として認識できるし、スルーして現代語訳が作れるはずなんですよね。で、やっぱそこを大学入試の問題ではよく聞いてきます。あの、単にね、穴埋めとして知識題として聞いてくる問題ももちろんあるんだけれども、難しいここぞという問題で枕言葉のスルースキルが問われるわけですよ。まあ、ってことで見てみると、昔よりちょっと枕言葉になりなさそうですね。知識として覚えてるかどうかが大事ですが、あずさ読み、有名な枕言葉ですね。そしてあずさ読み、弓矢ですから、引くなんて言葉を導き出してますね。この関係性で指摘しなきゃいけない言葉があずさ読みだということはしっかりと押さえておきたいですね。で、現代語訳するときに、あずさ読みをないものとして考えるっていう、これが大事ですよね。引けど引かねど昔より、心は君によりにしものを、ということで、パッと見た時にまず何の歌ですかって言われたら、弓矢の話をもし本当にしたいんだったら、これ戦の話になるわけですよ。戦いの話になるわけですよ。でもね、心は君によりにしもの、恋愛の歌じゃないですか。弓関係ないでしょ。だから現代語訳をする時にスルーしなきゃいけないよねっていうところが、関係性の有無を問う点でも大事なわけですよ。で、現代語訳してみると、まあちょっとここまで含みを入れるかどうかは別として、引こうが引くまいが、まあこんな感じですかね。何々しようがしまいがみたいな、そういうね、逆接語2連発で肯定文と否定文、打ち消しの助動詞のねがくっついてますね。まあだから、あなたが私の気持ちを引こうが引くまいが、こういうことですよね。弓を引いて相手を射てやろうっていう話じゃなくてね、恋愛の時ってこう引くのも大事だし、あるいは引かないでちょっとね、距離を取ってみるっていうのも大事だし、その表現ですよね。引こうが引く前が、昔よりはそのままでいいですね。昔から、はい、心は君に、まあ、つまり私のぐらいを入れてあげるとうまくいくかな。私の心はあなたに
よりにしもの、まあそのまんまですよね。私の心はあなたに、例えばこんな感じ、惹かれていたのに。このぐらいで現代語訳してあげるとぴったりいくんじゃないですか。まあ、なのであなたが私の気持ちを引こうが引くまいが、昔から私の心はあなたに惹かれていたんだよ。いい歌ですね。恋愛のロマンチックな歌が出来上がるよと。だからそこであずさ意味は全く関連性がないよね、だから枕言葉で現代語訳しないんだよっていうのを一つね、つながりのある知識として押さえておいてほしいんですよ。いやだからこそ実践的な入試問題でも使えるんじゃないですか。いきますね。九州大松陰日記と、なかなかね江戸時代の日記作品ですから、知識としてこうパッとね松陰日記を知ってる人はなかなかいないと思います。ですがここから先が大事だね。いきましょうか。そもそも今の世の初め、東寺や一光のどかに照らす三上のおおんことと。すると問いの問題で空欄に入る枕言葉をそれぞれ選びなさいっていうわけで、枕言葉の特質をじゃあ考えるしかないんだ。枕言葉っていうのは慣用的に何かを導き出すわけでしょ。ってことは千早ぶるだったらどんな言葉を導き出しますか。神とかだよね、神社の名前とかだよね、宇治だよね、乳母玉の何導き出しますか。黒いものだよね、黒、闇、夜、こういうものだよね。そして久方の遠いところのものだよね、光とか空とか天とか、こういうものでしょ。で玉ぼこの、玉ぼこなんだこれはみたいなね。だからやっぱり大学入試の問題だとこの玉ぼこみたいな聞いたこともないような選択肢をこうどうさばくかって結構大事ですよね。草枕有名です、旅ですよね、っていうふうに考えたときに A、B、C、E は確実に導き出す言葉が暗記していなきゃいけないんですよ。だからここでパッと出てこない人は知識不足だよって、それがもう全てです。で、玉ぼこが消去法として使うのか否かっていうのをここから考えていけばいいわけだよね。じゃあ行きましょう。改めて空欄1のところを見てみると、東寺一光のどかに照らす三上と書いています。すると枕言葉なんですから当然下に何か導き出された言葉が出てくるはず。直前とは限りませんが、今回はこいつだよね。間違いなく一は光を導いている枕言葉です。じゃあ光とか空とか天とか遠いものシリーズ思えた人は一発でここに C が入るっていうことは分かりますね。久方のというのは光とか空とか天とか遠いところを指し示す、そんな枕言葉です。いいですね。次行きましょう。世のも来て正しく、さらに道々のことを起こしたもうて、に道行き人、に道行き人、まあ、そもそも何が導き出された言葉なのかっていうのは結構手強い問題な気がしますね。まあ、そうすると道か人か、まあこのぐらいしかないんだけど、しっくりこないな、とりあえずスルーじゃないですか。先行きますよ。落ちたるを拾わず三夜も、三夜も、ほらこれはありますよ。夜にチェックを入れてあげて、夜を導き出している、つまり黒いものだよね。黒いものに関して一発で出したいのが、はい、乳母玉、乳母玉って書いてある時もありますが、うとぬはこれは出典によってまちまちです。いずれにしてもカラスの羽の玉と書いて乳母玉、乳母玉と読ませますから、黒いものを導き出す黒、闇、夜、そういった枕言葉で有名ですよね。ってことで1番と3番は絶対に決められるはずなんです。そして千早ぶるはやっぱり神様とか神社の名前、宇治を導き出すので、ここに入れるのは不自然。草枕といえば旅が欲しいですから、道っていうとちょっと不自然だとすれば、消去法でここに D を持ってこなきゃいけないっていう難しさだよね。だからこれやっぱり国立の問題だなって感じはします。単に知識ではなくて知識の総合からの消去法っていう。で、玉ぼこっていうのは実際あの辞書とかを開いても、あのどういう経緯で道を導き出すようになった枕言葉なのかっていう語義は不明って書いてあるんですよ。だからこのよく分かってない枕言葉を答えとして使わなきゃいけないっていうのはなかなか歯応えのある問題ですよね。まあ、ちなみに道だけじゃなくて里なんていう言葉を導き出す時もあるんですが、
まあ、覚えてる必要があるのかっていうとないでしょうね。おそらくどんな問題で出題されようが消去法で求める以外に方法はない気がします。さあそして次の問題いきましょうか。いわ人民のどのような生活を言うか具体的に説明せよと。でやっぱこの問題に関しても今解こうと思ったらほとんどネタバレしちゃっているから簡単なんですよ。いや何が言いたいかっていうと枕言葉入れさせるところに棒線引っ張ってあるでしょ。ってことはね枕言葉を正しく理解していない人であれば枕言葉入れられないのに答え出せなくない、その現代語訳むずどうしたらいいんだろうなんて思ってしまう人がいるんじゃないかってことですよ。先ほどの話でもあったように枕言葉っていうのはスルーしなきゃいけない。つまりねこの空欄が入れられようが入れられまいがどうだっていいわけですよね。枕言葉を考えずにあくまでこの棒線のニュアンスをしっかりと現代語訳できて説明できるのであれば正解が取れたはずなんだよねっていう意味でもこの問いを載せてみたんですよ。だ改めてね枕言葉のスルースキルっていうところをちょっとね頭の中に入れておくといいのかなと思います。ちなみに答えに関してですがこの辺から読んでおくのがいいんですよ。まず世の中の掟が正しい、つまりルールがしっかりと敷かれているよと。そしてさらに道々の、まあ道ぐらいは単語チェック入れといてもいいですよね。他の動画でも解説したことありますが道っていうのは専門分野なんていうふうに現代語訳します。それが道で複数形になっているのでいろんなジャンル、いろんな分野、そう言ってあげればいいですよね。まあだからいろいろな分野のことを起こす、いいよね、興味を持つ方じゃなくて仕事とか会社とか、まあ、あるいは何だろうな企業を起こすみたいなね新しいものを作り出すっていう意味でもこれ使えますよね。まあ、なのでいろんな分野の物事に関しても新たに事業を起こしなさって、だからこそ道行く人たちも落ちているものを拾わなくて済むんでしょ。何が言いたいか見えてきたじゃないですか。国がルールをしっかりとね敷いてくれてどん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 新しい分野の事業を立ち上げてくださっている、だから仕事に困って道に落ちているものを拾って食べて拾って食べて拾って売ってなんていう生活をしなくても良くなったっていうニュアンスでしょ。そして後ろ夜も閉ざしせぬよなりけれど、夜に戸締まりしないなんてやばいじゃないですか。泥棒バンバン入ってくるよ。でも夜に閉ざしせぬ打ち消してるわけでしょ。ってことはそのぐらい治安もいいってことだよね。まあ、本当に閉ざしてないかは別としても困窮している人もいなければ夜閉じまりをしなくても安全平和なそんな世の中になっているよねっていうところがきっちりと説明できるんだったら問いの正解にたどり着くんじゃないでしょうか。まあちょっと正解っぽくまとめておくんだったらね、国の掟が正しく敷かれていてさまざまな分野の事業がまあ新たに起こされているために道行く人たちも落ちているものを拾って生活をしなくて済むし夜も戸締まりをしなくても安全安心の世の中であるとこういうふうに書いてあげれば、だからまあこのぐらいのまとまりで模範解答を作ってあげればぴったり正解が取れるんじゃないかなと。繰り返しますがそこに空欄の枕言葉を一切関与しないんだよっていうことが今回の問題でもすごく大切なポイントですよね。さあということでいかがでしょうか。単に知識ではないっていうところの枕言葉に観点を置いて2回連続でね、和歌の知識として押さえていただきましたがいかがだったでしょうかね。まあ、ぜひよかったなと思えば高評価をお願いしたいですね。そしてチャンネル登録どしどしお待ちしております。和歌は本当にね入試の合否を左右するようなそんなね差がつく一台になると思いますのでしっかりと復習をお願いします。今日は以上です。お疲れ様でした。